はい、どうも、ヒロです。ワーカムキャリア続きやっていきます。で、今回はリーグ最終戦のサンダーランド戦やっていきます。で、まあ、優勝はね、もう、ロザラムに、取られましたんで、あとは文字同昇格の2位争いですね。今、勝ち点1差で、うちのチームがいますけど、この最終戦負ければ、2位のイプス、あ、違う、3位のイプスウィッチに、2位の座をね、明け渡す可能性もあるので、まあ、なんとか、勝って最終戦終わって、そのままストレートインで、自動昇格で、チャンピオンシップ上がりたいと思います。なので、勝って2位で、フィニッシュできたら、1年目は今回で終わりということで、やっていきますので、で、サンダーランド戦のスタメンが、右にスカリ入れます。で、デラップですね。で、ケンプ、左で使います。で、コベントリー、ワット、ブッチャですね、中盤。で、ディフェンスラインが右から、ボルトン、ヒューズ、ラティ、ジョン、グリムショーのメンバーでやっていきます。よし。まあ、うちのチーム今、2桁得点が3人いまして、まあ、テルフォードが18ゴール決めてて、ちょっと控え中心なんでちょっとびっくりしてるんですけど。で、デラップも18ゴール。で、スカリーが17ゴールの13アシストですね。ブッチャも13アシストで。攻撃の面に関してはもう、本当なんだろうな、最強すぎるというか まあ、20得点近いね、選手が3人いるっていうのはね、やっぱ強いかなと思うんで、これで、こう、ロザラムに優勝持っていかれてるっていうのが、ね、謎なんですけど、まあ、引き分け数の多さかなって感じですね。引き分け数が10あるので、その引き分け数を、まあ、半分ぐらいにできとければもう、文句なしでトップに立って、もう優勝してね、まあ、1位で、チャンピオンシップに行けたんじゃないかなと思うんですけど、まあ、うちのチームの、最初の出だしのチーム力から考えたら、まあ2位でも十分できすぎなんですけどね。なのでとりあえず2位確保で、最終戦臨んで、まあね、自動昇格できるように頑張っていきます。では試合の方やっていきます。はい。じゃあやっていきまーす。あの14番がバカほどでかいんやけど、あれ。めっちゃでかない、あれ。あれ、もうこの遠目から見てももうでかい、わかる。あれ、身長2メートルぐらいない、あれ。あれ、めっちゃでかい、あの選手。やば。あれ、さすがに競り合ったら負けるんちゃうかな。おお、なんちゅう戻し方。よし、ちょっと待てよ。よし、よし、いける。こっち、オッケー、オッケー、こっち終わる、こっち終わる。いやーでもなんかあれだな、プレーオフの方が面白みがあるな。自動昇格しかも2位って結構何もないからな、トロフィーもないし。プレーオフがあったらプレーオフのトロフィーがねあるから。ちょっとクロスが、おお、ナイス。ねえ、プレーオフのトロフィーあるから、そっちでも全然いいかなって感じですけど。でもまあ、プレーオフで負ける可能性もあるからな。このチームだったらちょっとプレーオフ行ったら負けそうな気がするけど。ナイス。いいね。キーパーずれてんな。
なんかキーパーのバランスがなんか毎作悪いというか、23でもどうなんですかね。キーパーのバランスどうにかしてほしいな。マジちょっとでかいな。あれこの19番か、19番めちゃめちゃでかない？あ、やべ、うわ、いや19番もでかいわ。あの身長をおんぶしてるのすごいな。いやー、やっぱ失点ちょっとあっさりしすぎてるような、これな。ボールからずれてんねんな、いつ見ても。富には言ってるんやけどな、なんかボール避けてるというか。うわーマジか、くそ、惜しかったな今。通ったらチャンスだったな。おーおーおー、あ、出てるね、ルッケ。いい、マジ何してんの。あー、おーおー、マジか、ちょっと待って。危ねえ。An awful lot of green space to run into. Well, the danger is still there. And in the end, no damage done. ブッチャー、ちょっと切り替え。なくなるのやめて。俺、ブッチャーで競り合うつもりやったのに。ああ。Well read to win possession back. いや、やっぱ嘘だろ。中入ってきちゃったからかな。こっちパスが中途半端になっちゃった。これちょっとまずそうな気がするな。ちょっとミスってくれてるからいいけど、最後のとこで今まだ。あ、いける。あー、マジか。まあ無理だ。おお、相手に行っちゃうよ。It's a fantastic save to keep it all square. Kemp. Could have been a chance. 体の弱さがすごい出たな今。 Bailey Wright. いやー、なんで、なんでサイドバックここまで上がってきてんのよ。おー、ナイス。上がってこなくていいよ。オーバーラップはしてないっしょ、俺。出てるね。引き分けて終わるか、負けて終わるかってな感じがするな、この流れ。アレックス・プリチャード。ミスってくれてんけど、それをチャンスまでいけないんよな。うわ、浮かした。
ああ、マジか。浮かしたな。もったいないな。Evans. On the ball, Pritchard. Possession changes hands. The interception there. コースが甘かったな。サンダーランドはチャンピオンシップ残留できるかな。今チャンピオンシップの順位どんな感じなんだろう。おお、マジか。え、ちょっと待って、危ね。うわ、もう最悪。よし、オッケーオッケーオッケー。よし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 、ギリギリめっちゃギリギリだった今。危なかった。よし、前半終わったぞ。はい、後半やっていきます。いやー、他の会場、おー、見せてくれた、助かった。イプスイッチの試合が知りたいな、今どんな感じなんか。出てくれないんだな。が、惜しいな、もうちょっとやった。うう、惜しい。キーパーユニフォームめっちゃ汚れてる。サッカーってどのポジションが一番ユニフォーム汚れるんだろうな。やっぱディフェンダーなんかな。ディフェンダーゴールキーパーなんかな。Well, he stepped forward for his team with the equaliser. It could prove to be the key turning point in this contest. As they have been at today, you do feel they need to find another gear in the second half, though. If they are その選手によるんかな。ハードワーク結構する選手だったら、どのポジションでもやっぱユニフォーム汚れるかな。Now, what can they do from here? Hughes.John. Keeping the ball moving. But then the ball goes to three. 今のはちょっとトラップミスって、なんか流れてきそうな感じしたな。おお、こぼれてくれて面白かったけどな、今な。やばい。まずいな。いや、しかしちょっとあっさり、マジ決まりすぎてるな、向こうのシュート。すごいバランスだな。相手のシュートあんだけ決まってんだ、もう試合成り立たんぞ、いくらなんでも。さすがにちょっとバランスがすごいな。Well,
いやーまずいな。え、出てんの？今待ったのに。マジか。ちょっとポジションチェンジしよう。マジか、今出てんのかよ。きついな、今の。At times they make passing look easy. Making use of his physical strength to hang on to it. And he's taken it away. Well, just listen to the atmosphere in here. The fans do it every bit. Oh, it's developing nicely for them here. よし、OK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 。ボール取れ、OK。よしよしよし、逆転まで行くぞ、このまま。OK。よし、体の強さ見せたぞ。OKOK よ。これ、テルフォードかな。どうかな。テルフォードかな。もうちょっとデラップ見る？おお！失敗した。もう一つ生きるかなと思って失敗した。あーつらー。いや今のチャンス的なものは、うわーハンドだ。あんな分かりやすいハンド。It means they're on course to clinch promotion today. Well, of course, it's great news. ちょっと交代の予約をしとこう。と待ってよ。これはテルフォード入れるべきですね。デラップに変えてテルフォード入れてって感じやな。Can they push ahead in the closing stages? やばい、かん、うわ、マジか、こんなにずれるか、お前。うわ、激しいな。あ、ブロードヘッドがいたな、今。え、なしてんの？マジなしてんのよ。Yeah, never mind the clock, Derek. Just keep playing. They're in complete control of the situation here. And just 5 minutes remaining. やばい、時間がない。O'Neill. That's a well-struck pass. And the cross goes in. Oh, yeah, yeah, okay. And that was always going to be claimed.Well, just listen to this noise. How could you not be inspired by that? And forward they go again. Can they win this? And the cross is very much on. Kso. Keep できんかった。なんでこのサイドバックの選手上がってくるんだろうか。Alex Pritchard.やばい。あ、やばそうな気がするな、この時間。あ、なったよ。あ、引き分けたか。
いや、これはどっちだ、どっちなんだろう。テーブル見な、わからんな。リーグテーブル。これプレーオフに入ったからの喜びなのか、自動昇格に入ったからの喜びなのかが全然わからん。これどっちなんだろうな。自動昇格かな。はい、よし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 、自動昇格でチャンピオンシップ上がったぞ。よし、オッケー。もう1年目試合しなくていいわ。オッケーオッケーオッケー。いやー、しかしね、やっぱりね、ゴールキーパーというかね、あれがね、バランスが悪すぎますね。もう本当に困るわ。ほんまに困る。いやー、ちょっとやっぱりあっさり失点しすぎてるのもあるよな。うん。いやー、きつい。まあ、とりあえず、あれですね。1年目、自動昇格でチャンピオンシップ上がることができましたね。まあ、ゴール、っていうかまあ、得点は100超えてますけど、失点がやっぱね、多いんで、これをどうにか来シーズンはするようにしないと、だから、まあフリーエージェントとユース中心の補強ですけど、フリーエージェントでどれだけいい選手連れてこれるかでしょうね。だと思いますね。多分、このプレイオフに関してはイプスイッチがもう普通に上がってくるんじゃないかなと思うんやけど、もうほらってもう勝ち点ね、20ぐらい離れてるから、普通に。4位とね、何事もなければイプスイッチが上がってくるんじゃないですかね。で、チームプレイヤーの成績ですね。一番試合出てんのはもうグリムショーですね。もうずっと守ってもらってたんで。まあ、クリーンシート10にあるんですけど、まあ、失点の方が目立ってるかなって感じですね。うん。で、その次、ワットって感じですね。まあ、試合数こんな感じ。ゴールキーパー以外はね、全員出ました。うん。あと、その、バイダスとキャンベルが7試合なんですけど、3ゴール決めてたりとか、あと、ソウルが2ゴール決めてたりとか、能力の割にはね、ゴール決めてくれてるんで、来シーズンもうちょっと成長してたらね、使いやすいかなと思いますね。で、ハギンズに関しては、まあ、怪我が長かったんで、3試合で終わってますけど、来シーズンはレンタルかな。どっかレンタルで行けたら、レンタルで出したいと思います。こんな感じですね。いや、結構試合出てたよ。本当に。で、ゴールトップはデラップの20ゴールと、ネテルフォ18、スカリ17と、で、次8、6、6と。いやー、いろんな選手が点取ってますけど、やっぱり2桁3人、もうほぼ20ゴールに迫る、二人もいますしね。この三人は爆発しましたね。この三人同時に使えたらでかかったですかね。テルフォードサイドで使えるのかな。あとでちょっと見てみようかな。コンバートできるようなしたいですね。で、アシストはスカリとブッチャがトップという感じです。で、その後エルボーゲードケンプと。まあ、各選手がそれなりに、活躍してくれたんじゃないかなと思います。すごいな、今思ったらテルフォード。アシストなしで18ゴールって。もう完全にサブだな。すごいなぁ。テルフォード、テルフォード。サイドできたらサイドやってもらいたいけどなぁ。どうかな。57か。ショートパスとかクロスが上がるんであれば、ボールコントロール、ドリブルが上がるんであれば、コンバートの練習させても面白いけどね。カットインでシュートし、決める感じで、右にしますか。能力上がったら面白いけどな。はい。じゃあ1年目は、これぐらいで終わりたいと思います。次回は2年目なんですけど、まあ、フリーエージェントの選手調べたりする時間もあるので、もう開幕戦の直前ぐらいから、スタートしたいと思います。補強に関してはある程度して、お金見て、かな。ですね。はい。じゃあ、今回はこれぐらいで終わります。
ではまた次回です。じゃあね。バイバイ。